is David Ruggiero. I'm the chef owner of the Shanti restaurant here in Manhattan. I've been here for about 1.5 years, and I'm part owner of the restaurant. And I basically run the whole operation. David Ruggiero, 31歳。ニューヨークで最も話題を呼ぶシェフ。厳格なフランス料理の基礎をきっちり抑えながらも、さらに殻を破ってモダンかつ個性的なスタイルを追求するアメリカシェフ界の若手ホープです。フランスのトップシェフたち同様、デビッドも調理学校なんか出てません。ブルックリン生まれの彼は若干14歳で近所のイタリア料理店でアルバイトを始めます。ニューヨーク一権威あるフランス料理店ラ・カラベルの厨房見習いになった時もまだ高校生。デビッドの才能を認めたラ・カラベルのオーナーは、彼を17歳でニースのオーテル・ネグレスコに修行に出しました。1年後帰国したデビッドはラ・カラベルへ戻ってさらに9年勤め、主任シェフの座まで上り詰めた後、マクシムニューヨーク店に移籍。1992年マクシム閉店を機に現在の職場に引き抜かれたデビッド、その頃にはすでに料理の帝王エスコフィエから脈々と受け継がれてきたフランス料理の伝統を隅々まで習得し、しかもその重厚さに辟易さえしていました。今彼が作る料理は、彼が長年学んだものとは似ても似つかないもの。デビッドはフランス料理の限界を打ち破り、新しいスタイルを築くに至ったのです。実はデビッド、料理の修行と並行してボクシングのトレーニングも積んでいました。アマ時代は98戦96勝、プロになってからも17戦13勝、見事な戦績です。リングから引退したのは1992年、ルーシャンティーに移る直前でも、彼は決して闘争心を捨てたわけではありません。ルーシャンティーは1973年の創業以来、伝統的なフランス料理を売り物にしてきました。92年当時でもニューヨークのフランス料理店はほとんどが保守的なスタイルに甘んじていました。それは今世紀初頭にフランスで頂点を極めたといわれる古いスタイル、つまり油を多用しクリームとバターに依存する調理法です。どの料理もソースが命。小麦粉でとろみを出します。添え物や薄切り、盛り付けに至るまで細かい規則があって、例えば肉料理の骨は必ずお皿の左側に向けます。ニューヨークのフランス料理店はこうした伝統にこだわるあまり、80年代90年代の軽くてエスニックな料理のトレンドからすっかり置き去りにされてしまったのです。だからデビッドがおなじみの品目をメニューから取っ払い、斬新な料理を前面に押し出してきた時には、お店の常連たちも腰を抜かしました。1986年以来オーナーを務めるカミール・デュラックさん、デビッドのレストラン若返り作戦を後押ししました。でも一方でかなりの苦情を一身に浴びたのもこの人です。Well, some people just hate it, Avenue. But not so many people, but the one that didn't like it really hated it. And because sometimes very difficult for you to deal with the situation, because, you know, when you make dramatic changes like this, you don't want to shock anybody. You just want to improve things, but you don't like to see people unhappy. Therefore, it was a little upsetting at the beginning.真相当時、ルーシャンティーを襲った批判の嵐、それをものともせずにデビッドは新しい料理を自由なセンスで作り続けました。I knew it was not going to be a piece of cake when I came here. But when I discussed coming here with Camille, I said, if I come here, it's going to be a revolution, because I'm not going to come here to just do the status quo, to go along with the way things are going. If I go there, I'm going to turn the place upside down. And that's what we did. デビッドのおはこ料理、
このウサギのローストのように一見従来のフランス料理と同じに見えますが、意気込みの度合いが違います。よく見るとウイキョウの根のローストがお皿の真ん中にあったり、付け合わせの豆がアメリカならではのものだったりするのです。サーモンもすごいですよ。レアギリギリで調理した鮭はクスクス添え、地中海風のアクセントも得意の技、仕上げに北アフリカ風生スパイスとポロネギが生かされてます。お皿の上でロブスターが逆立ちするトナサラダ、ここでも日本のえのきだけや中近東のパセリサラダ、タブーレが活躍。ヘルスコンシャスなニューヨーカーを狙ったランチメニューです。そして何よりも腕を振るうのが魚料理。日替わりスペシャルには大抵実験的な試みが 1,2 品入っています。これは珍しいウルフフィッシュの料理。Initially, all the people in the wheelchairs left, and they had a heart attack. And but then afterwards, a couple weeks later, New Yorkers really follow the media. So right away, we started getting good reviews, and they came back, and we set them straight the way things were going to be.デビッドのユニークな発想の数々、それは大概ニューヨークの街を歩いているうちに浮かんでくるようです。 It's hard not to live in New York for a period of time and be around places like this and not take influence from the kind of vegetable, the kind of culture that's here. And in New York you really have definite parts that are definitively Chinese, definitively Italian. And mingling around these areas and seeing the very definitive kind of culture there is, it's hard not to have that influence here. 週に何度かデビッドは必ずレストランの厨房を抜け出し、外の世界で起こっていることを探りに出かけます。From my standpoint, to walk around here and to see something that's not typically French and to ignore it would be completely ignorant on my part. So, I mean, I love to walk around here and I get great inspiration from being here.もう一つの大事な発想の原点、それは彼のイタリア人の血とおばあちゃんの味です。自宅ではおばあちゃんが台所の主、デイビッドは一切口を出せません。物心ついた頃からいつも台所に立っていたおばあちゃん。 Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the bell.Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar on the floor. 彼女がこしらえるのはピーマンの肉詰め、モッツァレラサラダ、ムール貝とトマトソースのスパゲッティ。ああ、これぞ定番イタリア家庭料理です。おばあちゃんに奥さん、そして2人の息子、5人家族のデビッド一家。毎週末には必ずみんな一緒にイタリア式の夕食をとります。彼らが住むのはニューヨーク郊外のロングアイランド。今日は近所に住んでいる親類も集まってきたので、おばあちゃんが作った料理はなんと15人前、しょっちゅうあることだそうです。奥さんのビッキーとは彼女がラ・カラベルレストランで受付嬢をしていた時に見初めて結婚したそうです。
fella. When the stars make you drool just like pasta fuzzle, that's amore. That's amore.週6日のペースでレストランで働くデビッド。でも7歳になるアンソニーと4歳のポールの2人の息子とは時間の許す限り一緒に遊んであげます。2人とも将来の夢はバスケットの選手になることだそうです。でもデビッドは折に触れ昔のサンドバッグを出してきては子供たちに闘争心を教え込んでいます。父親譲りのファイティングスピリッツ、子供たちにも多少は芽生えてきているようですね。I think that survive in New York, you have to have a fighting spirit. I think anybody that's successful in New York is the ultimate fighter. Really, to survive every day is not easy. You know, it's a lot of opportunity, but it's nobody's going to hand it to you. So I think really you have to be a fighter. Come here, Gino. What do you want to be when you grow up? これこそデビッド流の神髄ですね。デビッド・ルジェリオ風ニューヨークで成功するためのレシピ、意外にシンプルです。まず大きめの伝統トラディションを1枚用意。好みで下味をつけます。よく叩いて自分の好きな大きさに切り揃えます。そこにひらめきと粘りをそれぞれ大さじ1杯ずつ、大胆さを小さじ1杯加えて少量の奇抜さで味を整えます。あとは全体をよく混ぜて一生かけて煮込むだけね。あなたにもできそうでしょ。 I guess I'm not a conformist. I do what I want to do, and right or wrong, I mean, I have my style, and I mean, I've been working so long in this business. Why should I conform to anybody else?If I'm going to do my best, I have to do what I want to do for my best to come out. And if you don't go along with that, then you go somewhere else, because I'm not going to change myself anymore for somebody. This is the way I do things, and that's the way it is. デビッド・ルジェリオの語る言葉、それは全て彼の料理の中に込められています。本当に語るのは一皿の料理、それが好きか嫌いかはお客さんが決めます。だとしたらルーシャンティーのこの盛況ぶりは何よりも彼の大胆なフランス料理への取り組みが評価された証明に他ありません。デビッド・ルジェリオ、権威と伝統に挑み続ける反骨のシェフ、こんなシェフが生まれたのもニューヨークという街のせいかもしれませんね。マンハッタン57丁目の小さなレストランからでも革命ののろしが上がる。ニューヨークってそんな街なのです。人はみんな一見斬新で鋭いものを見るとなぜか尻込みしてしまいます。でもたまには怖がらないで新しいものを試してみてください。きっと驚きますよ。さて次回のニューヨーカーズでは夫婦でペアを組むニューヨークの社交ダンス界のプロフェッショナルダンサーズのお話です。お楽しみに。 It's beautiful. Bon appetit.